ございます。安弘です。今日は令和5年10月18日水曜日朝の6時37分ですということで、今日は何の話ってね、巨匠さん見ていてね、面白いものを見つけたんで、皆さんに教えたいと思います。ホビー書でゲンズ ACE の新技術を紹介しましたって言うんですけど、まあ、僕も持ってるんですけどね、このバッテリーですね、このバッテリーとまた違ってね、新しい技術が開発されたということです。多分ね、この右端にあるものがその充電器だろうと思うんですけど、もう左にも何かあるんですけど、これ小さくてよくわかんないんですけど、新しい製品はですね、G-TECっていうらしいですよ。G-TECって何って、G-TECはホビー RC 用リポバッテリーをより、簡単に安全に充電する技術ということで、従来のホビー用リポバッテリーは、充電器側でバッテリーの種類や、仕様に合わせ、ユーザーが充電方法を設定する必要がありました。そうですね。万が一、誤った充電方法でリポバッテリーを充電すると、最悪の場合、発火事故に至る可能性があります。新たに開発された G-TECH 対応充電器とバッテリーを組み合わせて充電すれば、バッテリーのバランスコネクター横に追加された端子から、バッテリーの仕様が充電器に送信され、充電器が自動的に最適な充電方法で充電を解除しますという画期的なアイデアですね。すごいな。これによりヒューマンエラーをなくすことができ、コネクタを接続するだけで簡単に充電を開始することが技術ですということで、こちらに紹介されてあります。この新しいバッテリーだろうかね。で、ここにあるのがその G-TECH の、充電器でしょうか。この真ん中にあるのがそうなのね。 G-TECH って新しい充電器なんだね。それと今僕が使っているこのバッテリーと組み合わせれば、使えるってことかな、これはね。で、新たに、右側にも 11.1V の、バッテリーが、出るみたいです。ただこれらの商品の取り扱いはまだ未定になっています。これを協商で取り扱うかどうかっていうのはまだ未定ですね。どうでしたかね、新しいゲンズ ACE の商品っていうことで、まあユーザー側の間違いを、バッテリーと、充電器をつなぎさえすれば間違いがなくなるっていうことで、安全に充電ができるという技術はすごいと思います。またこれらの商品は、ぜひね、業者さんが取り扱ってほしいと、思うところですね。そういうところで今回はこれで終了です。お疲れ様でした。さようなら。